します。はじめに知事から発表がございます。じゃあ皆さんよろしくお願いします。本日は2点ございます。まずは新型コロナウイルス感染症への当面の対応についてということでございます。今日は感染者数の数字をつけておりませんけれども、現況を申し上げますと、昨日の新規の陽性者数が280人で、7日間の移動平均が 259.86 人、その前週比が 0.64 倍です。確保病床使用率が 13.7% で、高度重症病床には入院されていない状況です。この間の府民の皆様、事業者の皆様の感染対策に対するご協力にも改めて感謝を申し上げたいと思っております。ただインフルエンザの方は京都市とお得に地域で警報の状況が続いております。そういう意味では引き続き医療現場の第一線では大変なご奮闘をいただいております。医療従事者の皆様にも改めて感謝を申し上げたいと思っております。じゃあまず感染症法上の位置づけの変更に向けた、これあくまでイメージの図でございますけれども、まずは5月の8日から新型コロナウイルス感染症を季節インフルエンザと同等の5類に見直す、この方針はすでに決定されているわけでございます。これに先立ちまして3月の13日以降のマスクの着用についての方針が示されております。まずは改めてマスクの着用について、時系列でいうと3月の13日からは見直しということですが、学校現場につきましては新年度からということで4月1日、なお卒業式につきましてはマスクを着用せずに出席することを基本として、これはすでに2月の13日に教育委員会の方から通知済みでございます。またマスク以外のコロナ対策全般につきましては見直し方針を踏まえまして、一部の事業につきましては今年度末で終了することを検討しておりますけれども、医療提供体制を含めて全般につきましては3月上旬頃に国の方針等が決まることになっておりますので、それを踏まえまして共同でも対策本部会議を開いて決定をしていきたいというふうに思っております。マスクの着用、これ2月10日の政府決定と同様の内容なので繰り返しということになりますけれども、これまでは屋外は原則不要、屋内ではマスク着用というふうに呼びかけておりましたけれども、アドバイザリーボードの議論を踏まえまして3月13日以降は個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人に委ねるということになっておりまして、着用を推進する場面としては医療機関の受診とか医療機関高齢者施設の訪問、それから混雑した電車バスということです。で、着用が効果的というふうに国が言っておりますのが重症化リスクの高い方、高齢者、基礎疾患を有する方、妊婦等の方が感染拡大時に混雑した場所に行くときということであります。で、それから症状がある方とか陽性者、それから同居家族に陽性者がいる場合についても人混みを避けてマスクの着用ということでございます。厚生労働省の方からリーフレットも作成されておりますので、こうしたものも活用しながら府民の皆様にも伝えていきたいというふうに思っております。なおマスク着用について留意事項も示されておりまして、一番重要なのは個人の判断に委ねるということでございますので、マスクを着用される方も着用されない方もですね、周囲が着脱について、強制するということがあってはならないということを言っておりますので、ぜひとも個人の主体的な判断を尊重していただきたいというふうに思っております。またこれ2歳児未満のところについては、現行通りということで、2歳児以上、これもあくまで希望するかどうかですけれども着用は求めないということです。それからあと一つは事業者の方が利用者とか従業員にマスクの着用を求めることは許容されておりますので、ここについてもぜひともご理解をいただきたいと思っています。なお第三者認証の飲食店の認証制度がありますけれども、今マスクの着用が認証基準の中にありますけれども、これは国の方の認証基準の示されているその認証基準からも
3月13日以降はマスクに関する項目が削除されますので、合わせまして私どもの方の認証基準からも削除したいというふうに思っております。感染が今後ですよね、大きく拡大している場合については、一時的にはマスクの着用を呼びかけることがありますということです。なお3月13日以降のマスクの着用についての見直し後も、手洗いとか、あとは換気とか、そうした引き続きそういう対策につきましては、よろしくお願いしたいというふうに思っております。それから先ほどちょっと言いました、3月末をもって、事業の終了縮小を予定をしているものについて、事前にお知らせをしておこうと思っております。正式には対策本部会議で決めたいと思っておりますけれども、無症状者対象の無料検査ですとか、入院待機ステーションの運営、それから京都府のワクチン接種会場の運営、それから宿泊療養施設につきましては、現在3つの施設を運営してますけれども、1施設に集約をしていくということで、この4つにつきましては今のところ3月末をもって終了を、ないしは縮小の予定をしております。いずれにいたしましても、5類への変更というのは非常に大きな節目を迎えるということでございます。ただコロナウイルスというのはまだ引き続き存在をしておりますので、そのあたりにつきましては、特に重症化リスクの高い方を守っていくということは、ウィズコロナ社会でもぜひとも必要でございますので、引き続きのご理解ご協力をお願いしたいと思っています。なお先ほども言いました、いずれ対策本部会議を開くことによって、さまざま残っております課題たくさんございますけれども、そうしたものについては随時方針を決めていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。それじゃ2点目は、資料をお配りしていると思いますけれども、 JR 奈良線の高速化独占化の第2期事業の開業記念式典の開催についてでございます。京都府では JR 西日本と沿線関係の市町6つの市町と、平成25年の8月からJR 奈良線の高速化独占化の2期事業に着手してまいりましたが、いよいよ3月18日、JR 西日本のダイヤ改正に合わせて開業を迎えることになります。これで京都駅から常陽駅まで、そして山城高駅から玉水までが複線化されるということになりまして、所要時間の短縮、また運転ダイヤの安定性というものが向上すると思っております。利便性が高まるわけでございますので、利用者の増加、また沿線地域の活性化、それを京都府南部地域の発展にもつなげてまいりたいというふうに考えております。開業を記念しまして3月の19日にホテルグランビア京都で式典を開催いたしますので、当日の取材につきましてもよろしくお願いしたいと思っております。私からは以上です。よろしくお願いいたします。